はい、皆さんこんにちは、しろたんです。はい、今回はですねホテルステイを今しておりまして、ホテルにいるんですけど、今日はここからゲットレディウィズミーをしていこうと思います。チェックアウトが10時で今8時半ぐらいなので、まだ時間は結構あるんですけど、 YouTube とか回しながら準備しようかなって思ってます。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。よし、じゃあメイクからしていきます。今スキンケアして日焼け止めと下地が一緒になってるものを塗ったので、今日はベースはこちらだけで完成にしようと思います。なんかホテルバージョンみたいな感じで、いつもよりも使うものとかがすごく少ないんですが、それもそれで参考になったら嬉しいかなって思うので、まずアイシャドウからやっていきます。キスのやつ01番オールドムービーっていうカラーです。ちょっとピンク系かな。まず右上を塗ります。こういうパレットっていいですよね、持ち運びが楽だから。ここ数日ちょっと天気悪かったんですけど、今日割と天気いいですね、晴れてる。隅田川がねそこ目の前にあるんですけど、お散歩できるような感じの頃もあったので、あとで時間あったらお散歩しに行きます。テンションが低い朝なのでね、テンションが低くて申し訳ない。なんかやっぱなかなかホテルだと寝つけなくて、よく寝れた感があんまりなくて、ちょっとまだ眠たいんですけど、続いてこのカラーを二重幅にがっつり塗っていきます。そういえば前回やった Get Ready With Me ですごくたくさんの方から分かりますとか、共感しましたとか、安心しましたとかっていうコメントをたくさんいただいて、ありがとうございます。皆さん見ていただいて、結構でもなんかちょっと踏み出せなかったりとかっていう方も多かったし、ずっと彼氏がいないですとかっていう方も多かったですね。やっぱいろんな価値観の方がもちろんいるので、違う意見の方もいたし、でも結構同じ意見の方も多かったので、なんか私もちょっとびっくりしてます。あ、こんなにいるんだと思って思いましたね。なんかああやって私自分のことについて、普段私は説明が多いのであんまり自分のことについて話すとかがなかったので、すごく新鮮な動画だったなっていうのは思うんですけど、今日もちょっとよく来る質問に深掘りというかして話そうかなって思ってます今あんまりこう自分のことを話さないじゃないですか、 YouTube とかで。なんか出来上がった自分っていうかを皆様に発信しているので、コンプレックスとかなさそうとか、そんなんてコンプレックスあるのみたいな質問を結構いただくんですけど、もうコンプレックスだらけですよ外見的な部分で言うと本当にキリがないんですけど、一番多分コンプレックスなのは私はこの首ですかね。遺伝なのかな。お姉ちゃんもそうなんですけど、この首がすごいシワがあるんですよ。ちっちゃい時からあるのかな、なんか気づいたらあって、めちゃくちゃコンプレックスです。 YouTube のコメントでも結構シワやばいねみたいな、首のシワわらわらわらみたいな感じでコメントがされることあるんですけど、本当にコンプレックスなのであまり触れないで欲しいんですが、まあでもこういう活動をしているので、そういうコメントが来るっていうのはしょうがないかなっていうふうに思うんですけど、やっぱり自分の中ではコンプレックスであるので、どうしてもねシワが本当に消えなくて、めちゃくちゃ消したいんですけど、なんかもうすごい深く刻まれてる感じがして、なんか知らないですか誰か本当に治療とか考えてるぐらいコンプレックスなので、なんかもし知ってる方いたらぜひ教えていただきたいんですけど、この首のシワもコンプレックスだし、あとは耳も結構悩んでいて、耳の立ち耳なんですよ。多分普通の人は耳がこう前から見た時とかあんまり見えない人が多いと思うんですけど、私は見えるし、左右で出具合というか形が違うんですよね。今髪の毛縛ってるんですけど、髪の毛を下ろした時とか、ここがね耳なんですけど、耳に当たってこういう風に出っ張るんですよ髪の毛が。これがすごく嫌で、あと帽子かぶる時とか絶対かけてからかぶらないと耳が出てくるんですよ、こうやって。これが本当に悩み。またみんなからしたら、え、そんなことで悩むって思われても、自分ではやっぱ悩みますよね。みんなそうだと思うけど、やっぱ自分のことはね気になるんですよ。自分が一番目の形もゾクゾク出てくるけど、目の形もこうなんていうのかな、こうまっすぐから見たらメイクもしてるのでそんなに気づかないかもしれないんですけど、横向いた時私すっごいここが目尻がキュッて上がってるんですよ。すり目っていうのかな、もっとここがこうなってればもっと目大きく見えるのになっていうのはありますねここもねやっぱコンプレックスだし、共感してくれる人いるかな。
鼻ももっと高かったらなっていう風にはもちろん思うし、あと歯並びもねたまに言われるんですけど、ガタガタしてるのでそれも気になるなって思うし、体型にしてもそうですけど、まあ、体型は自分の努力次第かもしれないんですけど、やっぱり足の太さだったり形とかも気になるし、あと私猫背ですごい姿勢が悪かったりとか丸くなるので肩が内側に入ってきちゃってて、肩が凝っててもこってしてるんですよ、凝りで。なんかそれもやっぱり直したいなっていう風に思うし、コンプレックスはありありですよ。これもね言ったのかな言ってないのかなちょっと覚えてないんですけど、動画では言ってない気がする、初めて言う気がするんですけど、あの私学生時代高校2年生ぐらいだったかなぐらいに円形型脱毛症ができたんですね。頭皮に丸く髪の毛が生えてない部分ができるっていう、初めてできた時はなんかすごいショックで、まあ、でもそんなに大きいってわけではなかったので、で髪の毛で隠れる部分だったのでまだあれなんですけど、それもね初めてできて本当にもうツルッツルなんですよ、その部分だけ、一部分だけマジで毛穴というものがなくて本当にツルツルで、お風呂とか入ってて、と思って自分ではちょっと見えない部分だったので写真を撮ってパッて見たらそこだけ髪の毛がなくて、まあ、その時は皮膚科に行って頭皮に塗る薬もらってそれを塗ってたら徐々に生えてきたんですけど、それが結構な頻度でできるようになっちゃったんですよね。薬塗ってたら治るんですけど、やっぱり一回できると再発というかしやすいのかな。最近はなんかちっちゃいのがすごいいくつかできたりとかしてますかね。あれ女の子だし学生で年頃だったので余計に恥ずかしいというか嫌だなって思ってて、ああいうのってなんでできるんだろう、まあでもストレスなのかな、それが今もちょっとありますね。私結構頭皮の悩みが多いんですよね。もちろんちゃんとお風呂入ってるし不潔とかっていうわけではないんですけど、もともと体質的な問題なのかな、頭皮の悩みがすごく多くて、なんかあの頭皮にかさぶたみたいなのができるんですよ、ニキビみたいなやつかな。話だけ聞くとすごい汚く思えるかもしれないですけど、本気で悩んでるのであんまり汚とか思わないでほしいんですけど結構ずっとあるかな、永遠と。いつからなんだろう、まあでも学生の時からあって、一回できるとそれがどん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 飛び火っていうかしていって治らないんですよ。永遠にありますマジで、一個もないっていう時がないです今まで、初めてなった時から。なんかもう治らないと思ってるから本当にこれがね辛いんですよね、激痛なんですよ。櫛で髪の毛とかす時とか一回気づいたら気をつけようってなるんですけど、気づかないところにできてたりとかするので、そういう時に櫛とかこう解いててガッてやるともうってなって、あれはマジで激痛なんですよ。悩みですね、頭皮はね本当に悩みが多い。私激痛つながりでいくと冬になるとかな、毎年必ず鼻が切れるんですよ、鼻の中が、鼻の内側っていうんですかが切れるんですよそれもねマジで痛いです。何なの、乾燥で切れてんのかな、分かんないんですけど鼻が切れるんですよね。ちょっと鼻ムズムズするなとか言って鼻を動かした時とかピキンって切れて、いったーってなるんですよ。もう毎回ほんと毎年毎年で、またそれもね治らないんですよね全然あーできた、この辺これと付き合っていくわと思って、まあそれも多分一回できたら癖になるのかな、なかなか治らないですね。そこも共感してくれる人いるかな、本当に痛いんですよ鼻、あれほんどうにかしてほしいマジで痛いんですよ、悩みめっちゃあります私も。あとはちょっとデリケートなお話ですけど、私普段ずっと座ってる、パソコンもそうですけど、多分デスクワークの方とか結構あれなんじゃないかなって思うんですけど、ずっと座ってる方に多いらしいんですけど、お尻にニキビができやすいんですよ。気づいたら本当にできてて、しっかり洗ってますよちゃんと、汚くてできるとかでもそういうわけじゃなくて、ずっとこう座っててができるみたいなのを聞いたことがあるので、もうでも本当にお尻のニキビもマジで痛いんですよ。パッて座った時とかそれも激痛なんですよね、痛っと思ってうわできてるわニキビみたいな。ちょっとあの汚いお話かもしれないんですけど、いやでも本当に悩みなので悩みの一つとして聞いてほしいんですけどそれもねあったりとかするし、言い出したらキリがないですね、どんどん出てくるな。あと私は汗っかきがすごく悩みですね、ずっと本当
当に汗かきなんですよ。ポジティブに捉えると代謝がいいんですよね、めちゃくちゃに。夏とかなんかもうちょっと歩いただけでも滝汗ですから、本当に想像の3倍ぐらいは汗かきですでしかも汗をかく部分っていうのが、私は頭皮と背中の汗がすごくて、あと脇汗もすごいかな。だから夏とかは着たい服が着れないんですよね。本当は私だって夏にグレーとか着てみたかった人生ですよ。本当に絶対着れない。もう少なくとも友達で私よりも汗かきの人は見たことないっていうぐらい汗かきで、背中はねとにかく嫌ですね。だから中学校の時とか高校の時とか、中学校は特にリュックだったので、リュックなんか背負ってられんと思って、必ず制服の下に1枚体操服やら T シャツやら着てましたね。それ着ないともう汗が染みちゃって染みちゃってって感じでした。逆に夏は人より厚着をしてたみんな多分キャミソールとかに制服とかだと思うんですけど、私はキャミソールに必ず1回 T シャツを着て制服を着てましたね。脇汗はなんかそういう専用のシャツみたいなのがあって、ここにパッドがついてるやつ、それをね夏とかは着てますね。私は可愛くないんですよね可愛くないんですけど、そういうのもね着てます。本当に悩み。よし、じゃああとはリップだけかな。今日はちょっとまあ荷物も減らしたかったので、チークとかハイライトとかシェーディングとかは持ってきていないので、そこは全てカットして、あとは最後にリップを塗ります。リップはこれですね、メイベリンのスーパーステイマットインクの210番を使います。この色結構使いやすいですよ。ピンクっぽい感じのカラーで、でもちょっとベージュがかってるかな、ムーディーな感じのピンクで可愛くて使いやすいです。よし、こんな感じかな。メイクは完成しました。じゃあ髪の毛をやろうかな。髪の毛はまあでもアイロンとかないので、前髪一回ちょっと濡らして乾かしていきます。はい、前髪を一回濡らして乾かしてきました。前髪伸びたな。いつの間にかおんまゆじゃなくなってるんですよ。おんまゆもね捨てがたいんですけど、一回ちょっと前髪伸ばしてみようかなっていうふうに思ってて、伸ばすって言っても 2way 前髪にしたくって、とりあえずもう少し量を減らしたいので、このサイドの毛を今伸ばしてるのと、ちょっと目にかかるぐらいの長さで前髪下ろしてもいいし、ここにパーってやってもいいしみたいな、そういう前髪にしたいなっていうふうに思ってます。はいじゃあ前髪にオイルをつけていくんですけど、前も使ってたハウジーのデザイニングヘアオイル、これ私めっちゃ気に入ってずっと使ってます。濡れ感もちょうどいいし、結構仕上がりも持続してくれるし、香りがねなんせいい香りなんですよね。これをちょっと目先につけて、あんまりやりすぎないぐらいでつけて、束感を出していきます。本当にこれやるだけで一気に垢抜けるっていうか、すごく今風なヘアスタイルになるかなと思うので、これは割と必須かな。本当にやるだけで全然印象変わります。はい、こんな感じ。ちょっとオイルをもう一回全体的につけて、あ、でもそれで言うと私すごい直毛なんですよ。それもちょっと悩みかもボリュームが出なかったりとか、巻きが取れやすかったりとか、オンマイの時前が短いので逆にこう反っちゃうんですよね、こういう風にまっすぐすぎて。それも悩みだな。尽きないですね、悩みは。悩みがあるからこそこういうねメイクとかなんかいろいろ頑張ろうって思えるし、そういう楽しさに気づけたっていうのは一点でもあるかもしれないですね。じゃあちょっと全体的につけられたので、シュシュで髪の毛縛っていきます。今度ねヘアアレンジも何個かまとめて紹介したいなって思ってます。今日はよくやるやつです。低めの位置で髪の毛もねじってねじってお団子にするやつ、楽なんですよこれが。これでいきたいと思います。こんな感じかな。はい、こんな感じで髪の毛完成です。そしたらラストコーデを紹介していきます。って言ってもこの部屋ね全身鏡がないんですよ、なんと。なのでちょっと見にくいかもしれないんですけど、頑張って紹介します。はい、というわけで本日はこんな感じです。見えてるかな見えてるかな、こんな感じです。ポーズ出した。はい、まずこちらのジャケットなんですけど、これはアベンマーのやつです。このジャケットめっちゃ気に入ってて、薄めのパッドが入っていて肩幅は結構あるんですけど、薄めなのでそんなにパッド入ってますって感じじゃないので着やすくて、色もめっちゃ可愛いんですよね。ブラウン系でちょっと薄めなので春にもぴったりかなと思います。ブルーのラインとかもねおしゃれで可愛いんですけど、このジャケットに中がこれがエリちゃんの
ブランドのマイネイティビリオンのメロートップスで可愛いんですよこれが。そして下のパンツが H&M のパンツです。ストレートパンツかな。でシューズ、これがアディダスのシューズ、真っ黒のを履いております。バッグはこちらピンクのメタリックのバッグなんですけど、メタリックもトレンドだしピンクカラーっていうのもトレンドなので、すごいトレンドまっしぐらなバッグなんですけど、これは去年だったかな、ザラで買いました。可愛いですよね。ちょっとこれがねピンクなのでシュシュもピンクにしてみましたっていう感じです。今日はホテルステイだったので昨日とほぼ同じような格好です。トップスだけ今日違うんですけど、まあこんな感じですかね。本日のコーデはこんな感じでございます。はい、ということでちょっと今日はいつもと違う場所からお届けしてみました。まだねチェックアウトまで時間があるので、ゆっくりしながら時間潰しながらしたいと思います。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。